ちは。久しぶり。超めちゃくちゃ久しぶりにドラクエウォークぶらり旅をね、再開しようと思いまして、コロナももういいだろうっていうことでね、ちょっとお出かけをしようと思うんですけど、この度ね、ちょっと助っ人がね、秋葉原のね、アニーズギルドっていうお店があって、そこの店長さんのね、これピクシー君って言うんだけどね、彼も結構なドラクエウォーカーで、電気街ドラクエウォーク部っていうのを結成することになりまして、そういう感じで彼と一緒にだったら冒険できるかなと思いまして、再会するに至りました。今日もね、これウォークモード、これね、秋葉のね、キャバクラの人たちにね、僕この間誕生日だったんで、誕生日の時にこの T シャツもらいました。このチャンネル、あれなんですよ、10人ぐらいね、強烈な視聴者がいるんで、その10人のためにね、これからまたやっていきたいなと。じゃあ今日はどこに行こうかみたいな話だったんだけど、4月5日15時の段階で過去最高クラスのドラクエウォーク通信障害が発生しておりまして、メニュー開くのにも1分ぐらいかかる状態になってて、やっとお互いこう暇な時間を作ってきたんですけど、なんでピンポイントでこういうことが起きるのかっていうね、この通信障害の中、僕たちはちょっと冒険にね、行くだけ行くか。じゃあ行きましょう。ねえ、行きましょう。こいつマジでずっと踊ってんだけど。てかこの状況どうなのかと思ったら、ツイッターを調べてたら3906万5010経験値入って、他が2とか言う人がいらっしゃって、通信障害ならではのバグだとしたらさ、これちょっとあれじゃない、これを起こすのが今回俺たちのミッションじゃない。ラモマスレベル103、114、114、インドラさんね、いつもお世話になってます。あれ、天竺が御徒町駅周辺、ソープランドニュー桃山の近くだよ。これニュー桃山を移しにいいですね、ね、行きますか。ね、え、だって御徒町に行くし、その足で上野公園じゃない。よっ、4月だから桜って言ったけど、はい、ちょっとダメこれ。あ、緑が増えちゃってね、もう遅かったもん。知ってますね。いやいや、でも上野公園行けば、いや、とりあえずスーパー天竺、そうですね、あと一緒に冒険つなぎましょう。どれくらいかかるか分からないです。俺がログインできたらね。どうすんだよこれ、下手に壺を割っても3分ぐらいかかりますかね。今一応入れてはいるんで、今入れてはいます。なんだよ、今朝もできてました。今朝できてた。はい、じゃあ俺起きたのが11時ぐらいだったから、その時はもうなんか死んでた。あれ携帯払ってねえかなとか。課金してる場合じゃない、課金してる場合じゃない。もう俺マジただのウォークモードだよ。どうすんだよこれよ。レンタカー借りたのご当地真珠とかも取り行ったよね。新しいね、出ましたからね。うわ、すげえ、なんかあれマーメイドのグループ、マーメイドグループですね。そうっすね。おっと、タイムアウト。うわ、出された、出されました。なんかバニギルの宣伝でもしとく。近いっすから、ね、近いからね。今外神田1丁目、8、外神田は1-8ね。ここの店長さんだから、彼はお願いします、お疲れバニーって言ってね。え、入った時はなんて言うの？ご機嫌バニー。あ、ご機嫌バニー。あ、なるほど。ね、入ったぜひね、ご機嫌バニーって言って、遊びに入ってください。はい、ご機嫌バニーしに来てください。俺のメガネいいっしょ。グラサンになるぞ。紫外線当たると。あ、そうなんですね。うん、いいっしょ。3万円。値段すぐ言う人。そうそうそう。これいくらするんだか。何万もシャンパン入れたのに。全然振り向いてくれないじゃないか。もう押しやめる。入れたけど、もう何も触れたくないくらい。わかります、わかります。ねえ。わかります。全種類揃った。これは上野の桜の、ね。桜がめちゃ咲いてるよっていうことだろうね。予兆っす。うん。いましたよ、天竺高確率。
とりあえず一緒に冒険して。車早いっすね。これ早いね。車早いっす。やめてよ、でも変な読み込み入るだけで怖い。え、この画面でフリーズしたらやばいっすね。 おじさん2人のじゃあ先に天竺をぶっ倒しておくよ俺は。あの俺いとこに似てんだよね俺の。もう悪口じゃないですかそれ。よし、キラーグレード、はい、よしよし。じゃあここで待ってるよね。え、ツーパンっすか。ツーパン。お、来たな。来ました。フォースブラスト使います。お、見え張ったな。あ、ドラゴラム。こいつね、下手に生きてるとね、スーパーっていうんですか、はい、あの自爆して生き返らせるんで、うん、16000。よし、行くぞ、せーの、あれ、あ、宝箱なかった。宝箱あった。くれ、俺にはくれ。ざっけんのよこれよ。あー、これバグだ、バグだ、絶対この通信障害のせいだ、ね、これバグっすね。うん、バグだ。バールかな、これバールかしら。これ日本人、手間とお金をかけてハゲになる。誰がハゲじゃこれ。さあ、天竺高確率、あの桃山の近くじゃなかったっす。よし、じゃあ俺は先に、せーの、はい、よし、S、おお、よいしょ、いいね、いけ、はい、よし、よし、よし、S、おお、あれ、通信障害のせいですね。ねえ、2人して、これ通信障害のせいだよ。ちょっと建物だけ映しておきますね。ね、すごいね、本当にマジで昭和からあるんだろうな。昭和から働いてる人がいるのかもしれないね、もしかしたら。今ドラクエウォークから通知が来たんだけどさ、新たな仲間モンスターが登場と。お前その前にやることあんだろ。さあ、やってまいりました、忍ばずの池。あれ、ちょっとなんか桜だよねこれね。ちょっとまあ向こう岸もなんとなくピンキーな感じは。 4.5 ですよ今日。なんだよ、通信障害のせいだよ。人多いですね。ね、人多いね、ほんと。あ、屋台出てますか。あ、屋台出てる。ちょっと屋台見に行こう。ちょっと屋台桜じゃない、これ桃、桃、梅、そうですね、高花っていう品種なんですよ。あ、高花っていう品種の桜、菊桃。ああ、まあまあまあ綺麗ですね。腹減ったな。参りました。いろいろ屋台が出てんだな。10円パンだけめっちゃ人いないけど大丈夫。10円、10円パンを500円で売ってるね。絶対うまい、デリシャスナンバーワン。ほんと鹿児島産黒豚、シャーピンっていうの。シャーピンっすね。台湾シャービ。あ、シャービ、シャービ、シャービ2個ちょうだい、2個。え、ここですか。この、ね、このシャリめちゃめちゃ美味しいわよ。ガンゴボーバーさん、あ、そうせよ、そうそう、マシさんよ、ちっちゃマシさんよ、オッケー、ね、ありがとうございます。いただきます。うおー、えぐい、乗り上げてるよ、すごいよ、乗り上げてる。少し足したい、鹿児島のシャーピン。うん、あ、真ん中の方に行ったら餃子みたいのが出てきた。もうあれだもんね、ドラクエウォーク閉じちゃったから。かろうじてまだ桜はね、残ってはいたけど、外国人の人がね楽しそうに観光してくれてるんでよかったです。ここの通り実はライブカメラあるのよ。そのことです。多分向こうの方だよね、ライブカメラ、ね、と思うんですけど。いたいたいた、映ってる映ってる。あ、来た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 。
もうちょっとよししゃがめよし、そうやったモローズ映り込んだ、よしよし、わーここだよ。なるほどね、ここなんだね。ここですね。ここなんだ。よし。ね。あそこの多分まあ白いビルだよね。多分白だと思いますね。あそこにライブカメラついてるかな。せっかくね、来たことだし。はい。乗っちゃう。間に合わなかった。さっきやってましたよ。ライブカメラ映ってる場合じゃない。ライブカメラ映ってる場合じゃなかった。あと2000円。あのドラクエウォークも復旧してきたということでね。ですね。サクサク行くようになったっすね。あ、さあ上野公園もうねダメだね。ちょっと残ってるから来たね。フィクションチケットでただ乗りさせてもらって、もうただ煉獄前園を振るだけです。なんか言うほど上野公園ね、言うほどなんか来たけど、喉かいてます。喉かいたね。ねえ、と酒飲み行くか。行きましょうか。行くかね。おじさん2人で、おじさん2人でデートしてただけなの。そうですね。そうなのよ。まあこんな感じよ。最近うちのチャンネル、まこさんの生存確認って言われてるから半年あげない時もあるからね。今まで何回あげました？ドラクエ？いや、全体的に100本ちょいかな。でも、何年くらいやってます？8年靴好き？靴好きですよ。クラスのこれ高っ。自分エアポースしか買ってないんで、そう、どこで飲むかな、どこでね、まあどこで打つじゃん。楽園上野店、俺勝ってるからこの店は。あ、以上いいんですね。結局アメ横のね、あの人の波にも混ざることができず秋葉原に帰った方がね、今岡島ちゃんだけど、わざわざ歩いて帰るのかと問われたらおい、俺の筋肉タクシー。あ、ここなんかキラーマシンみたいな。そうだよ、これメタルハンター。そう、あの疲れたら多分通信障害のせい。え、そうですよ、ね。うん、お疲れです。マジであのしんがりさんのね、肉食ってみたら特造なんでおすすめです。あ、通信障害だいぶもう全然普通に動くようになった。なんかこの通信障害を通してドラクエウォークができないっていうのは、まるで自分の右腕がなくなったかのような、そういう気持ちにさせられて、ウォークの偉大さがさらに分かりました。まあ言うほどなんか見せ場もないんでね、充電しておきます。もう杖2本持ってんの俺、ポンプしてんの。いらないんだけど引いておきます。あ、これ下のね、スラ道、黒い福引きってとこの上のスラ道がピョンって跳ねた時に離すと俺は星5が出やすいというジンクスがある。はい、はい、次、はい、よし。あ、バッチリでしょ。バッチリだね。ほらほら、ピピピピ、あるよ。よしよし、ほらほらね、これがもうあれですよ、課金マスターです。頭、はい、頭。さあ、あ、そういうね。以上、さよなら。